私にはお母さんがいません。でも寂しいだなんて思ったことはありません。だって私にはお父さんがいたから、本当は血がつながってないけど、でも私のことを誰よりも大切にしてくれる大好きなお父さんがいてくれたから。ねえねえ、お父さん、お父さん、ねえねえ。なんだい、うさぎちゃん。私ね、大きくなったらお父さんのお嫁さんになってあげる。ははは、ありがとううさぎちゃん。私、お父さんのことが大好きなのよ。本当だよ、本当に大好きなの。ありがとううさぎちゃん。お父さんもうさぎちゃんが大好きだよ。やった、嬉しい。ははは、はは。大きくなったら、か。そうして時は過ぎました。私はお父さんの愛情をたっぷり受けて、かけがえのない満たされた日々を過ごすことができました。何不自由なくすくすくと育ち、この春には大学も無事に卒業しました。就職先も決まっています。来月からはついに社会人、大人の仲間入りです。そうです、もう十分大きくなったと言っていい頃です。私はお父さんにプロポーズすることにしました。法律的に結婚できなくても構いません。ただ私の気持ちを受け入れてもらって、パートナーとして認めてもらって、心と体を重ねて幸せになりたいんです。ねえねえお父さん、大事な話があるんだけど。ああ、うさぎちゃん、ちょうどよかった。紹介したい人がいるんだ。こんにちは、うさぎさん。私、メタンと言います。今まで黙っていたけど、3年くらい前からこの人と付き合っていたんだ。それで実は今度結婚しようと思ってさ。うさぎちゃんももう社会人になるわけだし、俺もこれからは自分の幸せを考えていきたいなって思ってさ。お父さんの幸せ。小太郎さん、ずっと子育てを頑張ってきたものね、父親として。ねえうさぎさん、私を小太郎さんのパートナーとして受け入れてくれないかしら。ほら、年齢も近いし、新しいお母さんだなんて構えなくていいの。私、うさぎさんとはお友達みたいになれたらいいなって思っているのよ。なあうさぎちゃん、どうかな。どうって、そんなこと急に言われても。おめでとうと言ってくれないかな。ねえうさぎちゃん。お父さん。おめでとう。ありがとう、うさぎちゃん。ありがとね、うさぎさん。私、きっと、お父さんのことを幸せにするからね。ああ、そうだな。うさぎちゃんも、大人になって、これから、いろんな出会いと別れがあると思う。時間をかけてもいい。きっと本物の幸せの形を見つけるんだよ。恋愛相談ならいつでも乗るからね。うん、ありがとうお父さん。